小野栄二郎小野栄二郎昭和2年11月26日は柳川藩士の子で福岡県出身の財界人。筑後柳川の藩士の元に出生した。立花四天皇の小野鎮公の末裔と言われることが多いが、小野鎮幸い着系の大組組が知らせ集家の小野家との関係は不詳である。地元の柳川中学校を経て1880年。 同志社へ学校を2年に入学する。同級生に、安倍総や岸本信太がいた。1883年、新島城から洗礼を受ける。同年末、徴兵令改正により、私立学校は徴兵免除の特典を受けられなくなった、ため、官立学校への転校を図り退学する。しかしこれに失敗し、1884年に、オバーリン大学へ留学し、 1887年に哲学士となる。都米中の船内では内村勘三と同室だった。大学卒業後はミシガン大学大学院に進み政治経済学を研究し、1889年に論文日本の産業革命で PHD を取得する。この時、デトロイトトリビューン紙は日本の尾野英二郎大学における。 外国人の注目すべき業績という見出しで大きな記事を載せた。また、これは日本経済についての英語による初めての学術研究でもあった。1890年に帰国し、立花影学館教頭を経て、同志社に赴任、同志社政法学校の創立事務を担当し、1891年の開校後から教頭に就任する。百九十六年、 日本銀行総裁、川田小一郎の招きにより、日本銀行に入行、同志社を去る。同年より1906年まで同行、ニューヨーク支店長を務め、中米中にジャパンソサエティの設立にも寄与した。1913年、日本銀行営業局長を辞して、日本工業銀行に入行、同社副総裁を経て、1924年第四大総裁に、 就任した。1927年、在職中に、心臓麻痺で逝去した。息子に、ロシア文学、生物学者、社会運動家である、小野修日美術評論家の最初特次、東京銀行常務の小野栄介、足利関十字病院創設委員長の小野公平らが、いる。娘、スナ子は、初代国連大使の加瀬俊一の妻。音楽家、 芸術家の小野洋子、彫刻家の小野節子、外交評論家の加瀬秀明、地理学者の小野優子、画家の石井茂雄は孫にあたる。音楽家のショーン・レノン、映画プロデューサーの小野幸介は彦。ありがとうございます。